西改札口ホーム、摂津市駅は、大阪府摂津市千里岡東4丁目にある、阪急電鉄京都本線の駅で、駅番号は、HK-67。高架化工事を2023年度に着手し、2033年度に工事を完了する予定。摂津市の玄関口となる駅で、2010年に開業した。 駅前に立地していた企業の跡地を再開発する南千里岡町づくり構想を事業の一環として設置された駅である。当駅は日本初のカーボンニュートラルステーションであり、エコで始まる新しい駅のキャッチフレーズのもと様々な環境施策が盛り込まれている。ただし、この駅の特徴であるカーボンニュートラルステーションは その後に開業した道線の西山天皇山駅では採用されなかった。当駅は都市計画道路地里急三島線の産業道路踏切のすぐ南側で東海道本線線両海域の南東約500メートルに位置する。相対式ホーム2面2線を有する地上駅、分岐器や絶対信号機を持たないため停留所に分類される。また、 終日駅員が配置されている。安全、安心、快適な駅を目指し、開業1年後の2011年4月までに、防犯カメラ、多機能インターホン、旅客案内ディスプレイが設置された。2019年度のある特定日における1日の、乗降人員は13,333人で、ある。開業以後の1日の利用客数の推移は、下評の通り。 開業日以降、当駅には以下の路線が発着する。阪急バス近鉄バス、摂津市駅開業ヘッドマーク。ありがとうございます。